ヘルメスと大地の神。昔ゼウスの神は人間の男と女を作った後、ヘルメスを呼んで、この人間たちを地上へ連れて行って、食物を手に入れるにはどの土地を耕せばよいかを教えてやれと言いつけました。ヘルメスはゼウスの命令通り人間を連れて地上へやってきました。大地の神ははじめ土地を耕させるのは嫌だと言いました。しかしこれはゼウスの神の命令なのですぞとヘルメスが強く言いますと、大地の神は、じゃあまあ好きなだけ耕すがいいさ。代わりに私は人間たちの苦労や涙をもらうことにするから。このお話は簡単にお金を借りて返すのに大層苦労する人に当てはまる話です。